瞬きできるようになりました。今回はラッキーブロックスカイボーズをやっていくんですが、シェーダーありの 1.19.2 でやっていきたいと思います。後半、では 1.8.9 でいつも通りやります。このスカイボーズではラッキーブロックが5種類あります。赤と青以外は安全ではありません。赤は武器、青は防具がメインに出ますが、緑、黄色、オレンジは何が出るかわかりません。だからといって赤から武器っぽくないものも出てたりします。まあ運ゲーなので。たまにアイテムが奈落に落ちることがあります。なるべく島の中央で壊しましょう。今回アイテムの説明は省きます。すでに他の人が動画出してくれているのでそちらを見。という変な夢を見ました。1戦目あるあるとかいうやつです。なんで1戦目って奈落に落ちるんでしょうね。うわ、パリピだ。剣が出ねえ。お隣さんにぽいぽいぽい。雪玉以外の投げる系は早く投げすぎると遠くまで飛ばないので若干遅めにしてます。だからなんでこうなるんだよ。ということで3戦目。パリピ、邪魔。エクスカリバー出た。花あっちに投げとこ。これでやっと1キルですか。調子悪い。まあバージョンと影のせい。これ勝てないって。とりあえず逃げろ。無理だなこれ。さすがに勝たせてくれ。動画のためだ。吹き飛べ。飛ばなかった。Thank you.
トぜ。武器ないから逃げよ。またトリッキー。これ当たらないだろうな。いやマジかよ。やっぱり上にいたな。ほらうまくいった。あーめんどくさ。なんでやけくそで突っ込んだんだろう。もうさすがに勝たせてほしいです。いいものが出ればの話ですが。この斧はでかい。エイムが合わねえ。そういえば思ったけど BGM 何個使う羽目になるんだろこれ。
逃げられた。これは勝っただろ。キルログ出てない。生き延びられたか。ホラーゴリ押しじゃ逃げるのが早すぎる。これは勝てるでしょ。なんで負けるん？衝突されたくないからこっちから攻撃じゃ。何回目のパリピでしょうか。ほら落ちてったぞ、あはは。無言の圧力でみんなやられてしまえばいいんだ。普通に落ちてったな。あそこ魚振りに行こう。今のは自分でもかっこよかったと思うキルだな。落ちてった。GG。 ここからは 1.8.9 のお時間です。面白いシーンないから見てる人いなさそうだけど、とりあえずダイジェストでいいかな。本当に負けてばっかりなので。
ダイジェストが短いと思った人、絶対いる。これはさすがに勝てるよね。さすがに頭だけで戦うのは無理だな。やべ、ミスった。とりあえず真ん中に行きます。これは勝てる。逃げられた。浮き上がってきたっぽいから殴りに行きます。あとちょっとなのに。なわけないんだよね。浮き上がって戻ってこられるもんね。最初の方でチャーム出てきてよかった。一応これで上から仕掛けられるぞ。いた。
メか。これあったから投げたろ。起きたの？勝ったけど勝った感じがしないって。まだだ、まだ終わらんよ。あんな変な終わり方じゃ動画の締めにならないって。もうちょいマシな勝ち方にさせてくれ。はい、チャームが無駄になりました。マジで動画的にどうなんだろう。動画始まって20分以上経っても面白みのないシーンばっかりで視聴者いなさそう。ホラー空爆じゃ。投げすぎてアイテムまで消しちゃった。ブロックないからやらかしたかなこれ。あ、そっちじゃないってダイヤ剣。チェスト直ったラッキー。何もないから真ん中行こう。こういう急がなくていい時は全シフトでも落とされないから楽だなー。なんかうまくいったイミエイム。爆発でキノコ消えた。届かないよね。うわ、ドラゴンこっち来た。あれ届いてたんだ。あと一人いなくね。
面白みがない。何も解説することがないです。多分視聴者みんな逃げちゃいました。こうしている間にも視聴者が逃げています。あ、編集中に思ったけどさ、プレミア公開にして時間稼ぎにしようかな。これ名案じゃない？面白くない動画でもプレミア公開なら25分以上見れるよね。ね、見つけたから行きたいけどバカやってなかなか進めません。この時なんでグラップラーあることに気づかなかったんだろう。このアイテムってランダムな島に行くんだね。てっきり近くの島に行くと思ってたわ。はい、勝ちました。GG です。ということで、主のクソエイムと PVP 力の運ゲー動画でしたが、ここまで見た視聴者まずいないんじゃね？ということで、ご視聴ありがとうございました。私ってそんなに可愛いのか？